よくは知らないけど、教育委員会とかに教育指導要項とかあるだろう。何歳ならこれくらいの運動能力はなければいけないみたいなさ。圭一さんが何を言ってるのか難しくてさっぱりですわ。先生の授業の進め方のルールみたいなものなの。都会の軟弱な連中にはそういうのは必要だろうけどさ、田舎育ちのうちらが身体能力で劣ると思う？僕たちは圭一が思ってるよりも運動神経はいいのです。ではそういうことで、俺はテレビの見過ぎで実に素敵に眠い。睡眠時間の補給をさせてもらうぜ。空腹絶頂の4次元目、今寝ずにいつ寝るよ。チッチッチッ、まさかおとなしく眠らせてもらえると思ってる？その顔で言われたら、おとなしく寝る方が勇気がいりそうだ。さて、このまま井戸端会議でチャイムを待つなんて、熱き血潮のたぎった私たちには無理だよね。部活タイム、行ってみよっか。ちっ、案の定来やがったな。今日のゲームは何だ？レナはそれより今日の罰ゲームは何かなの方が先だと思うな。レナは分かってるね。今日もとびっきりのを用意してるよ。ごめんなさいです。僕はちょっとやりたいことがありますです。調子悪いの？あ、そうか。みーちゃん、綿流しの練習だよ。そうですわよ。今度の日曜日ですもの。リクは猛特訓中なのですわよ。最近は頑張りすぎてお腕が痛いのです。そっか、じゃあ仕方ないな。全員揃わないなら仕方ない。今日は各自のんびりしようかね。ごめんなさいなのです。でも頑張りますですよ。うん、頑張ってね。レナたちも応援してるからね。一体何なんだ？リカちゃんは何か大会前とかで特訓をしてるのか？あれ？ケイちゃん家には回覧板とか行ってない？書いてなかった？今度の日曜に綿流しのお祭りがあるって。いや、お祭りの話は前にミオンたちからも聞いたけどさ、確かリカちゃんお祭りの実行委員なんだよな。それと関係あるのか？リカちゃんは綿流しの巫女さんだから奉納の演舞をすることになっててね。その練習なの。
ほどな。確か布団とかドテラの供養だって言ってたよな。あ、じゃああれか、塩分か何かで中に入ってる綿を取り出したりするのか。お、さすがはケイちゃん、察しがいいね。綿流しはね、名前の通り綿を流すんだよ。祭壇にもお布団を積み上げているし、綿流しはね、毎年6月の日曜日に神社でやるお祭りなの。とってもにぎわうんだよ。それにしてもご先祖様とか戦没者とか針とか包丁とかの供養ってのは聞いたことあるけど、布団の供養ってのは初耳だな。どんな言われがあるんだ。言われなんてほど難しいのはないと思うな。この辺って冬の寒さはかなり厳しいからね。布団とか斑点とかの防寒具を特に大切にしたからじゃないかな。ああ、なるほどな。つまり冬の間お世話になった布団に感謝しようってわけだ。で、巫女さんが供養をして最後に川に流すわけか。それが綿流しってわけだろ。でねでね、その供養をする巫女さんの役がリカちゃんなの。へえ、リカちゃんが巫女なんだ。言われてみればリカちゃんってどことなく神秘的な雰囲気あるよな。だよね、だよね。リカちゃんの巫女さん姿ってね、はう、可愛いんだよ。ようやく話が見えてきたぞ。リカちゃんの言う特訓ってのはこの巫女さん役の練習なわけだな。そういうこと。巫女さんが布団をお祓いする一連のセレモニーを奉納演舞って呼ぶんだけどね。それの練習なんだよ。結構大変なんだな、これが。巫女さんはね、祭事用の大きなクワを持って演舞をするんだけど、それがね、リカちゃんにはすっごく重いらしいの。リカちゃんってちっちゃいもんな。その重いクワってどのくらい重いんだ。かなり重いらしいよ。リカちゃんは餅つき用のキネで練習してるくらいだから。祭事用の神聖なクワだからね、間違って落としちゃったら大変らしいし。年に一度のお勤めだからね。私たちは陰ながら応援するしかないね。大丈夫、去年もちゃんとやり遂げたんだから。そっか。じゃあさ、せめて応援してやろうぜ。それくらいならいいだろう。ほっといてあげなよ。ケイちゃんが来たらリカちゃんは可愛くなっちゃうから特訓ができなくなるよ。リカちゃんはね、努力とかそういうのを人に見せるのが好きじゃないのね。そっとしておいてあげて。俺にできるのは成功を祈ることだけってことか。頑張れ、フルデリカ、応援してるから。
母ちゃん。さらに応援の念波を高めるため、これより瞑想状態に入る。結局寝るわけか。さすがに食いすぎた。午後の授業は答える。ケイチ君、今日はなんだかすごい食欲だったもんね。基本的にいつも大食いだけどさ、今日はなんか格別だったね。昨日は俺昼飯抜きだったろ。そのひもじさが染みついちゃってさ、今度は逆にいくら食っても食欲が底なしっていうか。わかるよわかるよ。しかしケイちゃんってさ、いつもお弁当きれいに食べるよね。ご飯一粒も残さないっていうか。食べ物ってのは作ってくれた人に感謝して食べるもんだぜ。残したら苦労して作ってくれた人に失礼だろ。姉ちゃんってさ、パッと見ワイルドでいい加減そうなんだけど、結構律儀だよね。しつけがいいというか。あ、うん、それはレナも思うな、思うな。ケイチ君って見かけよりずっと優しい人だよ。そんなことないって。見かけと中身はお家がいいって、そう言いたいんだよ。それが褒めてねって言ってんだよ。こら、園崎さん、前原くん、授業中ですよ。園崎さんはどこまで進みましたか？ノートを持ってきてください。そこに。さっきから全然進んでないじゃないですか。最上級生なんだからもっとしっかりしないといけませんよ。人は見かけによらないっていうことだね。むしろ見かけとは逆がまことかもしれないよ。面白いこと言うじゃねえか。あの生意気盛りの佐徳も実は見かけとは逆にすげえ塩らしいってのかよ。違ったんだよ。すごい甘えん坊でいつも、さとこちゃんには内緒ね。あのさとこが甘えん坊？さとこ。なんですの、お兄様。お兄様、なんで逃げますの。すまん、さとこ。お前が愛想笑いして近づいてくると、何かの罠のような気がするんだよ。ひどいですわ。
意地悪。ふぅ。ごめん。別に悪気があったわけじゃないんだ。拍子もない想像してなかった？いや、別に全然してないぞ。嘘だ。トゲ付き鉄球に潰されるって顔してたよ。すまん、潮らしい里子の想像ってのはかなり無理がある。今度体調がいい時に再トライしてみるよ。ごめん。じゃあリカちゃんはどうだよ。あれも見かけによらないってのかよ。確かにリカちゃんはただ可愛いだけじゃない気がするな。確かに見かけによらないぞ。リカちゃんはきっと大きくなったらね、すっごい美人になって、男の人を振り回す小悪魔のような女性になるんじゃないかなって思うんだ。そういうのかっこよくない？じゃあなんだよ、あのミオンも見かけによらず実はいいやつだって言いたいのかよ。ミーちゃんはいい人だよ。あ、まあそりゃそうだけどさ、そういう意味じゃなくて、そのケイチくんの言いたい意味。わかるよ。
わかるって何がだよ。みーちゃん、最近ちょっと女の子っぽくなったよね。ケイチ君だってそう思ってるんでしょ。俺は別に。別に？なんだよ。別に。あ、真似すんな。最近か。確かにイメージ変わってきたよな。なんでかな、この。なんでって言われても俺にはわかんないよ。じゃあ誰のせいかな、かな。誰って、誰。レナにもわかんないよ。はう。だから真似すんなって。自分で気づかなきゃだよ。人生に必要な勉強は小学校までで十分だと思ってんだよ。